1500 cas par an en France. On n'en connaît pas les causes. L'espérance de vie moyenne, c'est 3 ans. 手や足、喉の筋力などが低下する難病、筋萎縮性側索硬化症 ALS と診断されたフランス人男性の生き様を描いたドキュメンタリー映画「不屈の夏」。フランスやアメリカなど5カ国で公開された話題作が週末札幌でも上映されます。先日関係者が準備を進めていました。私はじゃあ常にこの真正面に。映画の上映を働きかけたのが、自身も ALS と戦いながら患者や家族を支援する団体の代表を務める畑中一郎さんです。主人公オリビエ・ゴアさんの生き様に感銘を受けた畑中さんは、映画をより多くの人に見てもらいたいと奔走してきました。悩みを抱えられていられる方で、そこから抜け出せないと思っている人たちに対してとても大切なメッセージになるんじゃないのかなと思って。 ALS 患者は国内におよそ9800人、北海道には400人ほどいるとされています。札幌交響楽団のコンサートマスターを務めたバイオリニストの大平真由美さんもその一人。大平さんは人工呼吸器をつけるための気管切開手術を行い、声を出すことができなくなりましたが、今回の映画を知り実行委員に加わりたいと申し出ました。長年大平さんとラジオ番組を共にする高山さんは、何かをやっぱり発信するということに関して今も続けていく強い意志をお持ちだなと思いました。皆様おはようございます。大平真由美です。先日素晴らしい経験をしました。初めて外出をしたのです。これは今年6月に放送されたラジオ番組です。大平さんは視線で文字を入力。こんにちは。過去の自身の声を音源に視線入力した音を組み合わせ、ラジオ番組にメッセージを寄せています。上映会当日はメッセージを寄せる予定です。ドキュメンタリー映画不屈の夏の上映会の席は残りわずかですが、来月3日札幌で開かれます。